皆さんこんにちは、田辺梨紗子です。今回の企画はチャレンジ企画。やったことのないスポーツにチャレンジしていくという企画なんですけど、今回はハーフマラソンにチャレンジしていきたいと思います。ハーフって思ったと思うんですけど、マラソンあんま得意じゃなくてというか、どちらかというと苦手で、ハードな動きとか瞬発的な動きは楽しくやってきたんですけど、結構苦手分野ではあるので、それにチャレンジしていこうと思っています。で、今日はそれの練習の第1弾ということで、練習もしてないのにこんなゲストを呼ぶなよみたいな素晴らしいゲストを呼ばせていただきましたので、早速お呼びしたいと思います。神野大地選手です。じゃあ、よろしくお願いします。神野大地です。はい、お願いします。体を動かしてるのとかは、はい、SNS とかで、はい、拝見させてもらってるんで、ありがとうございます、はい、まあ、ハーフマラソンも、はい、参加が目標ですよね。参加が目標です。じゃあもう、多分僕、いらないかもしれない参加が目標とかで呼んでいいゲストじゃないですかまあ、僕でできることがあれば何でもアドバイスさせてもらうんで、思います。ありがとうございます。はい、まあ、でも、はい、2キロ、はい、2キロ走るんですか。待って、2キロって聞いてたんですか。え、あれ、どうなの。1キロ、びっくりした。僕は一応1キロって聞いてました。長い、2キロは1キロなら、まあ、歩かずにはいけますよね。1キロって、うん、5分半ぐらい来たらハーフマラソンの参加は今日でも目標達成っていう、1キロ走り切れれば大丈夫じゃないですか。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、はい、私公園でやりたい遊びがあって、はい、昔から、はい、あの借り物競争をやりたいんですよ。はいはいはい、で、スピードの問題じゃないけど、借り物競争とかはコミュ力とスピード、はいはいはい、で、私あんま人見知らないので、はい、結構ベラベラ他人とも喋れるという強みと、神野さんのあの体力とかいろんなその走るっていうのをちょうど噛み合わせたらバランスよくいい感じの戦いになるんじゃないかと思って、はい、僕あんま人と話すの得意じゃないんで。お、やった、はい、勝てる気がしてきた。はい、それもちょっとお時間あったらやらせてください。やりましょう。お願いします。はい、お願いします。じゃあ早速動いていきたいと思います。いきますか。はい、はい、じゃあいきます。よーい、スタート。バッチできますね。速くないですか。足がしっかり前に出るんで、はい、腕も振れてて褒められてますけど、答えの余裕がある。まあ、普段があるけど、その手でどう。やばい、あごらが痛い。あ、これきつっ。お、早なった。どーれ。お、さすがにきつい。ね、この顔が見たいですよね、あのきつい顔。頑張った。マジで頑張った。なんかキャパイじゃん。待って。カメラさんも疲れてる。私より頑張ってたわ。やっつー、マジで。タイム結構いいっす。何分でしたか。5分27秒。おお。僕の予想が的中してます。すごい、はい。すごいですね。じゃあもう一回終わりで。目標も達成してる。まあ、 あれだけ動けば伸びしろはめっちゃありますし、直すところ一つだけ挙げるとすれば、もっと顔を崩すぐらい追い込む。気持ちの話。はい、もうフォームとか腕振り、足もしっかり前に出てましたし、正直直すところはマジでないですね。こんな素晴らしい選手に一発目を教えていただいて、安牌な目標を決めてる場合ではない。2時間5分以内目標で頑張ります。結構練習しないとダメですよね。はい、ですよね。はい、その覚悟はありますか。あります。一人でちょっと練習して、はい、同じ数字が出れるようにまず頑張っていって、はい、そこから距離を伸ばすようにコツコツとやっていきます。そうですね。
ありもの競争。ありもの競争。不安だな。不安しかねえ。ルールがスタッフが用意したお題のものを、まあ、書いてきたり、もらったりしてきていただくと、はい。で、お題が。はい。ポストを競うということにできればいいかなと思って、はい。はい。3つずつ、それぞれあります。じゃあ1個目。はい。2点のものなんですけど、りさこさんが落ち葉5色セット。え？難易度高っ。何？2点持ってる人いる？2点拾っていいってことですよね。拾ってことですよね。ああ、なるほど。はいはいはい。それは拾う。拾う選手がポカリ。チャンキとかで買うのはなしですよね。ありです、あり。これよ。はい、じゃあ3点レベルのもの。りさこさん、枝5本セット。また忙しいですって下に。選手がどんぐり。おお。どんぐり落ちてんの？落ちてますよ、いっぱい。もう、そこにもそこにも。ただね、ちょっと出てんで。はい。話しかけていただく、得意得意。除菌シート。ああ、なるほどね。はいはいはい。富野選手がティッシュ。ああ、なるほど。スペシャルアイテム。はい。これ10点。マスク。なるほどね。はい。で、罰ゲームが。うん。生贄がセンブリ茶です。センブリ茶。飲んだことありますか？ナイス。苦いんですか？苦いですか？ポカリは5本買ってもダメですよね。10点にならない。10本、10本です。じゃあ行きます。はい、スタート。まずね、私の戦略的にはポイント高いやつから言っていくということで、どんどんと人に話しかけていこうと思います。まずは確実に取れるどんぐりとポカリ、それを買いたい。こんにちは。すみません、今お時間いいですか？すみません。ちょっと今 YouTube の撮影してて。はい。こういうのを。1、2、3、4。まず、これでしょ？これ。で、緑。黄色で。これベージュで緑、茶色、これはミックス。ミックス雑種。まあ確かに5色。え、ですよね。見えますよ。これやっぱ甘くしちゃうと、これからのターンリーサップが甘くなっちゃうから。失格で。失格で。なし。2点なし。こんなボロボロな手で頑張ったの。手ボロボロになったのに頑張ってくれ。ポカリそこにあったんですよ。うん、ポカリ。ポカリあった。150円、もう買うか。もう買うか。あとでいいな。でも一周回らないといけないから、はいはいはい、ポカリ持って走るの嫌だなと思って、で最後買って帰ってこればいいかなと思ったんですけど、時間を気にして買うのやめました。ってことで僕は2点なしです。あぶねー。じゃあ次が、はい、3点。はいはい。おっ、おっ、いい木の枝発見。あった、どんぐり。どんぐりありました。どんぐりか。どんぐりだよね、俺。これ、どんぐりじゃないもんね。どんぐりありました。どんぐり。ちょっと私、手元に出ちゃってるんで、出していいですか？あ、え、簡単。待って、1個、1つ。どんぐり。1粒なんですよ。私は5本セット、枝。枝。これ OK ですね。よっしゃ。いい。今のところ同点。同点？3点、3点。はい。次が、一番ハイレベルな。5点。5点。ありません。あ、ないっすか？ちょっといいっすか、はい、YouTube の撮影してて、はい、ティッシュかマスクとかあります？ティッシュなんかもらったやつ、はい、おいおいマジ、おっと、全然全然、おっと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 、これはティッシュでかい。おおおおおマジで。これ何点でしたっけ？5点。おぉ、8点、3点。スペシャルアイテム、マスク10点なんですか？マスク10点。これはなんと、なんと、お、え、もらってきたんすか？おぉ、すいません、今お時間いいですか？マスクって今、お一つしか持ってないですよね。持ってます？それをいただくことはできますか？いいですか？ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。すみません、待って、よく捕まえたんだけど、ちょっと待って、いろいろやっていくぞ。すごい、もらってきたんすか？じゃーん。
すごくない？すごいすごいですよね。はい、ちなみに僕ええすいません、今 YouTube の撮影しててマスクの新品とかって持ってたりしないですか？持ってるかも。え、本当ですか？持ってたらもしよかったら1枚もらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。もらってんすよ。待って待って待って、はずいはずい、今のもらってんすよ。うわ、結構いいマスクだと思うんだよね。確かにマスクのクオリティも高い。本当だ。18対13で、はい、田中選手の勝ちということで、イエーイ。さすがです。ということで今回の企画はこれにて終わりです。おっと、あ、あ、忘れてた。センブリ茶、間違えて乗っているもの。うわ、漬け込みすぎてる。もうだってもう色が入れすぎてますって。これだって一回経験してるんだし。でもね、匂いは結構いい匂いなんですよね。普通のお茶みたい。え、お茶じゃん。そう、そうなんですよ。いただきますね。やば。あー、え、そんなに肉っ。あー、うわー、鳥肌立つ。そんなに肉っ。苦っ。僕はまあ、ちょっとでいいですよ。わかりました。頼むっすか。飲んでください。え、全然いける。いや、もっと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 。これでも僕、全部いけます。で、乾杯しましょう。お疲れ様でした。それか、今のみさきさんのオーバーリアクションをしちゃってる。本当に、履こうと思えば履けるレベル。おー、すごい。マジですごい。なんか CM みたいです。もっと苦いと思いました。あ、いった。おー、いったいったいった。おということで、神野選手の方のチャンネルでもコラボさせていただいているので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。そして、私のチャンネルのチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。こんなチャレンジをしてみてほしいみたいなのがあれば、そちらもぜひご要望お願いいたします。ということで今日は以上です。はい、ありがとうございました。バイバーイ。